プラクシディケではペルセポネと同一視されている。またジュピター24という確定番号が与えられた。プラクシディケの見かけの等級は21.2であり、アルベド0.04と仮定した場合、プラクシディケの直径はおよそ 6.8km と推定される。また、密度を 2.6g ラム毎立方センチメートルと仮定した場合、質量は およそ4 3 0 1 4ラムと推定される。プラクシディケは、木星から1930万キロメートルと2270万キロメートルの間の距離を逆光軌道で公転し、軌道傾斜角が150度前後の不規則衛星のグループであるアナンケ群に属している。アナンケ群に属する衛星の中では、アナンケに次いで2番目に大きい。2002年に、 マゼラン望遠鏡を用いて、プラクシディケの観測が行われ、色指数が B、V イコール0.77、V、R イコール0.34、V、I イコール0.74、表面は灰色で C 型小惑星と類似していることが分かった。これは同じアナンケ群に属するハルパディケやヨカステと似た特徴だが、グループで最も大きいアナンケは、 灰色にやや赤みがかった色をしており、異なる特徴を持つことが示唆されている。ありがとうございます。